ショーシャンクの木はアメリカ合衆国をイを州ルーカスのラバーファーム州立公園近郊に存在していたアルバオークであり、1994年の映画、ショーシャンクの空にに登場したことで知られている。高さは少なくとも100フィート、推定樹齢は180から200歳と見られていた。映画での重要な役割をきっかけに人気の観光地となったが、 2011年7月29日の落雷で真ぶ二つに割れ、さらに2016年7月22日頃に発生した強風をきっかけに倒木した。木は映画のファンにとっての主要な観光名所であったが、マラバルファームの私有地に生えていた。映画の象徴的なロケ地である、ショーシャンクトレイルの一つに数えられ、毎年約3万5千人の来訪者を魅了していた。木が生えていたファームは、 結婚式の会場としても使用されている。2011年7月29日、落雷に見舞われた後にありによる未寄付で木の半分が倒れた。このニュースは口コミで広まり、英国とインドの報道機関で取り上げられた。当初、木の運命は不確実なものであり、当局は悲観的な見解であったが、後に生存できることが判明した。2016年7月に木は、 強風で、さらなる損傷を受けた。この事件により、マンスフィールドリッチランドカントリー・コンベンションビジターズ・ビューローのウェブサイトへのインターネットトラフィックが大幅に増加し、ショーシャンクトレールへの関心が高まった。木の残りの部分は2017年4月9日に所有者によって切り倒された。映画はメイン集を舞台としているが、撮影の多くは、 オハイオ州マンスフィールドとその近郊で行われた。木は、ショーシャンクの空に、の終盤で登場し、レッドがアンディ・デュ・フレーンの手がかりを探しに、そこへやってくる。レッドは、木陰の石壁の下に埋まっている箱を見つける。箱の中にはアンディからの手紙とメキシコへ行くためのバスの、チケット代が入っている。映画の中でアンディはこの木を、ロバート・フロストの死に出てきそうなやつと表現している。 この多くの木は映画史上最も象徴的な木と言われている。ありがとうございます。